テニスファンの皆さん、こんにちは。テレビ東京が毎週お送りしておりますワールドビッグテニス、今週は8月21日オハイオ州キングスアイランドで行われました ATP 選手権男子シングルス決勝、スウェーデンのマッツ・ビランデル、アメリカのジョン・マッケンロー、両プレイヤーの対戦をお楽しみいただきます。解説おなじみ元出会監督渡辺浩二さんです。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先日、カナダオープンをご紹介したんですが、この大会も、全米の前哨戦ということが言えるわけですね。そうですね、全くサーフェイスが同じで、はい、バウンド等々のリズムをつかむためにはこういったのに、絶対的にやっといた方が有利ということになりますからね。ところで、ビランデルと言いますと、はい、昨年の全仏優勝で華々しいデビューを飾ったんですが、やはりランキングでもご覧のように6位におります。プレースペシャリストという印象は非常に強いんですが、はい、一つにはセメントあるいは室内のサプリームとかですね、芝生とか速いサーフェイスでどうかというのは一つのポイントになりますね今後。そうですね、やはりクレーコートで、8回ぐらい優勝して38連勝からやってますから、はい、その意味ではクレーコートの方が圧倒的に強いという印象があるんですけど、はい、やはり本人もそういったことを、周りから言われて、あるいは信じてるのかもしれませんけどもね、はい、そういったことでちょっとクレーで話にこのオールウェザーというかハードコートでの勝利がちょっとないですね。そうですね。第1セット、まず最初のゲームはビランデルがキープしました。第2ゲームからご覧いただきます。手前スウェーデンのマッツ・ビランデル、180センチで70キロ。さあこの翌日が誕生日で19歳。そうですね。マッケンローは24歳です。しかしマッケンロー、今年はウィンブルドンを取ったんですが、よもやと思われた全米で4回戦で敗れましたね。そうだったですね。そんな悪いという、原因は全然ないんでしょうけど、やはりあれだけの緊張を持続するのがやっぱりちょっと難しいんですかね。どんな状況でもこの強靭な、精神力というか、そうですね。それと、トーナメントによって集中の度合いを高める大会と、ちょっと気を抜く大会と、この2つをやっていかなきゃとても全部が続きませんから、はい、今度はそれのリズムが崩れるといい大会、勝たなければならない大会でもちょっと乗らないということが出てくるのかもしれませんね。これはネットでした。The outset of the match, Al, I think the crowd sort of isSettled into it, and they are pretty evenly distributed in their support. I think they may favor McEnroe, in fact. But it depends on how he acts as to how the crowd moves and changes. So, しかも今年はアメリカは天候が異変といいましょうか、そうですね、大変な暑さだったそうですがね、夏暑いということはいろんな意味ではいいんでしょうけども、テニスプレーヤーにとっては大変ですよね。となりますと、全仏で見せたこの手前のビランデルの暑さの中での平気というスタミナが大きなものを言ってくるかもしれませんね。そうですね、スウェーデンなんていうといつも涼しい国ですよね、はい、それがこれだけの体力があるというのはやはり練習量がやっぱり違うんでしょうね。さあワンノールから第3ゲームサービスエース、コーナーいっぱいいいところに入りました。ものすごい速かったですね今のサーブは。速いですね。その速さというのはもちろんそのボールのスピードもそうなら、スイングが何か速いなと思いますね。トスが上がってほんのちょっと落ちたところぐらい、またいいです。立て続けサービスエース、ゴーティーラムです。タナーが速いんですけどもね、タナーはボールが上がってるところを打ちますけども、このビランダは随分後ろに下がってる本当に一番高いところを取りますからね。これはアウトです。
いいサーブが立て続けに入りました。マッツ・ビランデル、素晴らしいサーブですね。それにいいサーブですね。まあ、この頃一番その馬力が出る時ですから、はい、スピードを出そうと思えば思うほどどんどんついてくるんですよね。あの今年の全仏は決勝でまあヤニックノアに敗れたんですけれども、はい、あの遅いアンツーカーでもノータッチのエースを取ってましたからね。さて、ビランデルの 2-1 となって第4ゲーム、足元へ、これはストレート、見事です。落ち着いてますね。そうですね、3本連続してバックへ持ってきました。これ普通はオープンか、これで逆をついたら次はオープンっていうのが普通なんですけどね、もう一回逆、狭いところへ持っていきましたね。と言いますと、まあ、このマッケンローのネットプレー対ビランデルのグランドストロークということになります、はい、そうでしょうね。いいファーストが入りました。ところでこの両プレイヤー過去2回対戦しているんですが、実はこれが昨年のデビスカップの準々決勝でしたか。そうだったですね。6時間39分大変な試合ですね。これはこれでまたマッケンローの株が上がったんですけどね。そうですね。そして今年の全仏の準々決勝で対戦しまして、この時はビランデルがセットカウント3対1で勝っております。エースナンバー2、最近マッケンローはこのクレーコートにかなり意欲を見せてますけれどもね、はい、そうですね。まあ、しかしこれは常識的に見ると、まあ、マッケンロー有利と誰しもが見るでしょうね、まあ、やはりこういう硬いコートではネットプレーがやっぱりできないと、パッシングショットばっかりではやっぱり勝てないですからね。センターへ行きました。ダブルフォルトの後はサービスエース、これでスターティーオールです。本当に一点の狙ったところへ持っていきますね。きちっといくからまた。Beautiful play by McEnroe. Seven aces last night, one today. But again, it is a slow cement court. Not as quick as Flushing Meadows, in my opinion.スウェーデンでといえば、まあ、当然ビョン・ボルグということになりますけれども、ええ、このビランデルはボルグ2世と言われる、非常に嫌うそうですね。ああそうですよね、まあ、しかしまた1983年のいよいよデイビスカップの決勝までスウェーデンは行きましたよね、ええ、はい、1回に入りました。これで2オールです。まさになって、スウェーデンのヤルリードもご紹介しましたけども、はい、ビランデルを引き継ぎ次からスウェーデンは出てきてますからね、そしてこのビランデルがアンツーカーだけでなくて速いサーフェスも克服ということになりましたらね、はい、1975年だったですかね、スウェーデンが1回出牌を取ってますけども、はい、それ以来のチャンスですよね。ね、おそらく勝つんじゃないかと思いますけどね。オーストラリアです。オーストラリアですね。走るビランデル。あっと、これはネットです。With each player possessing a strong first serve as they do, I would imagine the first service break of this set and the rest of the match will be very, very important.Bilander's singles final record, not nearly as successful as McEnroe's at 8-6. McEnroe よりも速いですね、ビランデルの方のサーブがね。He wins matches on that serve. Bilander will surprise you if he starts hitting aces, but he doesn't win matches on it. He wins it on the two hands.
まあ、トップスピンといいますとこうボールが頂点から落ちてくるところをこすり上げる感じになります、はい、そうですね。今日のこのビランデル見てますと、はい、むしろライジングを捉えてることがありませんか。そうですね、特にバックハンドですね、はい、バックハンドはボールを頂点に達する前に打ってますよね。それをまあこの大会レンドルなんかにも鑑賞した、はい、その辺からなんか学んだもんがあるんじゃないでしょうか ね、 ね。ビランドル準決勝でレンドルを 6-0-6-3 ですか。そうですよね、まあ、今までクレーコートではレンドルが強かったんですけど、ハードコートでもレンドルを下しましたマッツ・ビランドル。一方マッケンローは準決勝でコナーズに大熱戦をやってますね。そうですね、はい、いつもマッケンローコナーズってのはいい試合しますけどね。そうですね、サーブがですね、非常に速いという話が出ましたけれども、はい、レンドルと比べてどうでしょうか。レンドルよりも先ほど、まあ、最初の方で見せました、左のコートからのサーブですね、はい、あれはレンドルよりも速かったんじゃないかと思いますけどね。今のも速いですよ。マッケンローネットに出ました。フォアボレー、ストレートへ飛びついた。これはチャンス。Beautiful play by Nylander. First he opened the court up with a good passing shot, and then he waited for McEnroe to come racing back into the court. プレースペシャリストという感じではありませんね。今のボール、このボールも全部ライジングボールですよね。そうですね。で、逆へ持っていくんですね。ここから見ていただくと、高いところをカーンと打ってるんですね。For 18 years of age, Allie.これで 40-30 です。第1セット2オールからの第5ゲーム、これは見事ですね。ナイスショットでした。あれがもう何とも言えんテイクバックを自然に引いて、ボールが短いからこれはドーンとストレートを狙ったんでしょうけども、はい、このマッケンローの出玉っていうのはいつも味がありますね。そうですね、はい、来ましたよ。しかしあれだけのですね、まあ、サーブ力を持っているならば、サーブ&ネットという戦法は取らないもんかなとも思うんですけど。そうですよね、まあしかしその辺が、まあ、マッケンローという性格だったらもういろんな作戦を取れますけども、ビランデルというのはまだ自分のテニスというものにちょっと固執しているんですかね、はい、サーブを強烈なのを入れて帰ってきても浮いてきても沈んできてもベースラインでそれから始めるというスタイルですね、はい、これはちょっとボールを、これはライジングだったですね。これもライジングだったですね。スライスボールでした。そうですね、これもいいボール。ここでアプローチ、ちょっといいアプローチでした。そうですね、あれは滑ってるんですよね、向こう行ってバウンドしてから、はい、剣道の最も得意とするボールです ね、 ね、あれが、ナイスアプローチでした。これで再びデュース、しかしこのビランデルのハードコートでのいわゆるストローク戦というのはなかなかスピードがあって面白いですね。そうですね、まあフランス選手権では徹底的にまあ粘ったような印象があったんですけども、はい、これはかなり攻撃的な選手になってますよね、はい、マッケンロークロス、いいボールが返す、いいボールですね。いかに球扱いのうまいマッケンローといえどもあんな深いところをえぐられたんではね、はい、ちょっとやっぱり狂ってくるでしょうね。まあ、今まで両者の対戦が一つは室内で、はい、一つはアンツーか、そうですね、このハードコート初めてですからね。微妙でした。
次のコース、スライスでつなぎます、グランデス。プレーアプローチ。お、追いついた。取りました。よく取りましたね。よく取りましたね。よくあれだけ足が動いて面ができてるんですね。それで怖いでしょ。まさかと思いました。マッケンローのこの球扱いがうまいんですね。これだけ下がってながらボールを止めて打ってますよね。あの辺のこうテイクバックの柔らかさがないとあれは打てないショットですよね。3回目のデュースとなりました。第1セット2オールからの第5ゲームです。叩いて前に出ます。マッケンドー、ファボレー、見事。That Noah beat Philander with the second ball, where he came in on the clay court and got away with it on cement. It's easier. Watch here. やはりセカンドは叩いて前に出るというのも一つの戦術ですね。そうですね。サタンにマッケンローはセカンドサーブを叩いて出ていて、ファーストサーブへのプレッシャーをかけてますね。はい。You got to keep it deep and not make an error as you come in. これを成功し始められますと、ファーストサーブの率がガクンと落ちるんですよね。ブレークポイントになりました。しかしファーストはよく入っています。インコース、ストレートアウト。グランデルのサービスをブレークしました。しかしなかなか見応えありますね。見応えありますね。 ATP 選手権決勝、マッケンドー対グランデル、第1セットところでマッケンドー 3-2 とワンナップです。 ATP 選手権の決勝第1セット熱戦が続いています。マッケンローは 3-2 と1ナップから第6ゲーム15ラブ、セカンドでも出てきます。この辺のこうボールの扱い方が本当見事ですね。ワンタッチですね。まあ、やはり一種の天才なんでしょうね。そうですね。いや、この人は本当に殺すボールを殺す方に生かすよりも殺す方の方がもっと上手い。そうですね、マッケンドーという人は。And he hits it with underspin, so when the ball hits, it kicks back away from the guy and drops dead in low. That's really a tough shot. That slice. Great shot by Lander. That's a 素晴らしいクロスでした。やはりあれは両手打ちならではですか。両手でしか打てないところですね、あれはね。両手で面を作っといて、グイッとこう、持っていくわけですよね。片手だったら負けますね、あれは。エンドルでも無理ですか。ストレート行くのが、はい、ね、まあね、あれをクロスへ持っていくことはちょっと不可能ですよね。そんなに打点がもう後ろになってますからね。素晴らしいショットでした。ビランデル、これで 30-15。 ですといわゆるストレートがウイニングコースかなという感じを持ってたんですけれども ね。だからこういうことではむしろ振り遅れますから、全部やっぱりストレートをケアしますよね。はい、それの裏を行くわけですね。ビランデルっていう人はかなりこう逆を突くショットの好きな人ですね。先ほどもありましたね。やはりそういう性格みたいなのって出てくるもんですね。いや、出てくるますね。逆をついてエースを取るのはオープンへ打ってエースを取るよりも気持ちがいいですからね。で、サティオールです。来ましたね。2人ともサーブがものすごくいいですね。いいですね。スピード、角度、いいですね。もう満点ですね。しっかりこのフォームをみんな目が慣れましたね。そうですね。また来ました。これがサービスエース、マッケンロー、この試合4つ目。
第6ゲームサービスをキープして、これで第1セットマッケンロー 4-2 となりました。この頃あのそのテニスクラブでもですね、マッケンローのあの独特のスタンスをした、はいはい、あの人がね、プレイヤーが随分増えましたよね。あんな打ち方したらどっか腰かどっか悪くするんじゃないかとは思うんですけれども、腰が痛くなりますよあれは。感じましたね、微妙なところでした、マッケンローの 4-2 から第7ゲーム。ビランデル、今までの勝利は全てアンツーか、いや、クレーコートです。ハードコートでは初めての決勝進出。この前の週のカナダオープンでは同じハードコートで1回戦で負けてるんですよね。ある日急に上手くなったら、うわこれも来ましたね。急に上手くなって急に自信をつけて、あとはそのハードコートが何の苦でもなくなるというケースがあるんですよね。この辺もラケットのタッチ見事です。レフト15オール、センターへ。負けてませんね。本当にいいサーブですね。今日は特にいいんじゃないですかね。6つ目です。ボールが通り過ぎてからラケットが出てる感じさえしたんですが。ただあの速いサーブをよくマッケンローもこう追いかけますよね。見送るってことがなかなかないですからね。これはまた見事なストレート。ネットに出ようというボールですね。そうですね。そのままエースになりました。これで 40-15。 ケンローはかなり汗で濡れてますが、ビランデルはそれほどでもないですね。まだそれほど書いてませんね。出てきましたマッケンロー。さあこれはバックスピンかかってますよ。いやー、良い届きましたね。これです。これはもう絶対に取れないですね。取れませんからね。本当にラケットにやっと届いたっていうゴール、それをタダで返しませんでした。40-30。John McEnroe. He loves the net. He's so, so strong. ああ、いいファーストサービスでした。これでマッケンローの 4-3 となりました。この後どういう展開を見せますか。来週をどうぞお楽しみに。ありがとうございました。テニスファンの皆さん、こんにちは。ワールドビッグテニス。今週も先週に引き続きまして、8月21日、オハイオ州キングスアイランドで行われました ATP 選手権決勝。マッチ・ビランデル、アメリカのジョン・マッケンローの一戦をお楽しみいただきます。解説いつものようにおなじみ元手配監督渡辺浩二さんです。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて先週はですね、第1セット素晴らしい熱戦でマッケンローの 4-3 までお伝えしたんですよね。そうですね。まあ両方ともエースがね、はい、あのサービスエースが前ありましてね。そうですね、見応えあったですけどね。これが勝ち上がりなんですけれども、ビランデルの準決勝でレンドルに 6-0-6-3、 はい、快勝ですね。スコアですね、はい、さて一方のこのマッケンローの方なんですが、3回戦以降は全部パイなんですね。そうですね。ご覧のように特に準々決勝ではあの全米ベスト4まで来たジミー・アリアスですね、はいはい。やっぱりアリアスワンセット取りますからね。そうですね、力をつけてきました。そして準決勝はコナーズをファイナルの末で下しております。しかもマッケンローはダブルスと両方ですからね。そうなんですよね、本当にこの人は大変だと思うんですけども、よう頑張りますね。何かの前の日は何か深夜までダブルスをやってたんだそうですよね、はい、ところでこのご覧いただいておりますボルボポイント、1年間のボルボグランプリサーキットの獲得したポイントの合計、ビランデル上位にいますね。いますね。
本当に着実にこう力をつけてきましたね。はい、ビランジェと言いますと昨年の全仏優勝、はい、今まで優勝は全てプレーコートなんですが、この速いサーフェイスでどうかということなんですけれども、マッケンドーとあの強烈なサーブを武器に互角に渡り合ったんですね。そうですね、まあ、その両方、まあ、持ち味のサーブを生かした後が、はい、まあ、マッケンドーのネットプレーと、はい、ビランデルのパッシングショットという戦いになってましたね。はい、橋本へ、これはクロス読んでますか。今のは、まあ、先週は逆へ持っていったケースが多かったんですけど、今のはオープンに持ってきましたね。オープンに持っていくとマッケンドー待ってますね。そうですね、しかしスイングが速いですね。速いですね。微妙なところわずかにフォルト。第1セット、マッケンドーが 4-3 と1アップ、第8ゲームです。おっと、これは大きくアウトです。押されてるんですか？そうですね。これはボールが食い込んできてますから、今やったみたいな、ほどけた格好みたいな格好になってますね。はい、7000ヤードチャンピオンシップゴルフコース、which is the host of the LPGA Championship, adjacent to the ATP Stadium here. 180cmで70kg。この最終日のファイナルの翌日に19歳になりました。ロブ、これは見事です。あの両手のバックハンドでこうテイクバックして構えられましたね。はい、よもやロブとは見えないんですよね。あれがどこへハードヒットしてくる、完全にもう読めてないですよね。見えますね、本当に。これで15-30です。これは見事サービス&ボレー。先ほどのロビングはこの試合初めて使いましたね。そうですね、いいタイミングで使いましたね。やはりあのバックの場合は両手打ちの方がトップスピンかけやすいんですか。いや、かけにくいはずです。バックハンドってのはよっぽどボールをうまく見ないと、スイングを速くしなければなりませんからね。ちょっとバックハンドのトップスピンってのはなかなか難しい感じがするんですけども、これまた見事です。両手打ちの得点ですね。マッケンドーステアリングアットワットシュビヒズカインドオフショット。マッケンドーとしては先ほどのトップスピンのロブといい、今のショットといい、まさかというような部分もあるんでしょうね。まあ、ビランデルちょっとこういつものプレーコートでの立つ位置と、はい、このハードコートでの立つ位置、ちょっとビランデルはここの、まあ、ハードコートでちょっと前になってますよね。で下がりませんね。あー、なるほど。打球に対して、はい、ですからライティングで全部こう打ってるわけです。それが今のところ見事に成功してるわけですね。なるほどね。まあ一歩でも下がって打てばもうちょっとストロークとしては楽に打てるんでしょうけども、はい、その分このコートでは押されますからね。ブレークポイント、いやー、入りました。リターンエース、マッケンローのサービスをブレイクしました。これでイーブンですね。イーブンになりましたね。戻しましたね。コースがちょっと甘いですか。ちょっと甘いですね。一番あの辺は両手打ちのバックハンドにとってちょっとこう回り込んでバックで取って打つっていうところは一番打ちやすいところですよね。スペクタキュラー。第1セット、これでフォールイーブンとなりました。耐久ゲームに入ります。浅くなって飛びついた。おっと、アウトです。これはもったいないですね。もったいないですね。ベリー・マッケイ、he may surprise a few people on this court. I didn't think he could stay with John this long.
Amazing how he rushed that last one, Donald. He had a real easy shot there to put the ball away. やはりあの辺が一つの課題なんでしょうか。Rushed it just a little bit, but he was surprised when John got that ball back.ね、まあ課題というほどの大げさなもんじゃないかもしれないけども、とにかくケンドーにとっては一息つかせますよ ね、 そうですね、特にファーストポイントですね、はい、ダブ15パスサーズデッドです。出てきませんね。チャンスはピラミッドがあるんですが、マッケンドーが出ていきます。足元ハーフボレー、なんといううまいショットですよね。これはこれはマッケンドーしかできませんね。できませんね、あんなにこうデリケートなショットね。トップスピン気味のドロップボレーですからね。作り方のこう、ここですね、抜群ですね、これは。全然ラケットが出てませんもんね。見事なショットでした。さあ、これでダブサーティーです。ブレイクした後、ビランドです。どうしてもキープしたいサービスゲーム。ん？ドロップショット。ネットです。だいぶ手前だったですね。何かしまったというなんか後悔の感じが背中に出てるんですけども。そうですね。まあ、先ほどのボレーでショートハーフボレーのドロップボレーのイメージがちょっとまだ頭の中にあっても、夢をもう一度とやったわけですかね。でワンポイント返して15-30。 いいところでファーストサーブが入りました。入りますね、ファーストの確率がなかなかいいですね、私何かあのマッケンドーはあのドロップショットですから、あっという間に30オールなんですね。そうですね、フォアオールの30オールですからね。勝ってもいない、投げてもいないという、センターへ、ネットに出てきたかったと思いますね。あ、ここで出てきました。マッケンド追いついた。テープに当たって手前。これで 40-30。 うまいこと打ったんですけどね、残念ながらこのテイクバックの柔らかさ、この人のマッケンドの特徴ですね。打った後に力がグーンとか入ってくるんですね。クロスコートを狙ってたら入ったんでしょうけども、ストレートにはネットがちょっと高かったですね。そうですね。これで 40-30 です。ダブ30から 40-30 になりました。クロス18番、ウィニングショットですね。ショットですね。これでデュースになりました。それから少しマッケンドー太ったんじゃありませんか。ちょっとね、お腹の辺があの汗でねビタッとくっついてから何か、そうですね、確かにそう思います。かといって動きが悪いとかいうわけではありませんね。そうですね、まあ24歳ですかね、はい、そろそろこう肉がつき始める頃でしょうかね。叩いて前に出ましたマッケンロー。トップスピンのロブ、うわー、また入った。見事です、ビランデル。Watch the angle on this shot, because when the ball hits, it bounces away from him.John takes that second ball, chips and comes in. このスイングが速い。速いですね。Inside the line, well inside. あれは読めませんね。読めませんね。あれは絶対に読めないですね。
まあ、追い詰められてフラフラと帰ってくるのが関根山とマッケンローは思ってたんでしょうね。あっと、これが浮きました。第9ゲーム最初はラブサーティーだったんですが、マッツ・ビランデルサービスをキープしました。これで第1セットビランデルの 5-4 となりました。マッケンローやはりちょっとあの腰のあたりが脇腹の辺ですね、ちょっと盛り上がってますね。暑いでしょうね。そうですね、あのわずかに風が出てきたような、そうですね、感じがしますが、マッケンローのあまり良くないですね。あまり良くないですね。やはりあの全米オープンでスキャンドンに敗れた時もファーストサービスの確率が良くなかったようですね。まあセカンドサーブは時々こうやはりさっきもありましたようにね、はい、ちょっと甘いところ入ってくる時がありますからね。追いついた。おお、入っています。あった、これはアウト。まさか帰ってくるとは思わなかったんでしょうね。それほど風があるわけではありませんが、今のはロブを使おうと思って使ったんじゃなくて、やっと取ったのが、これはラッキーショットですよね。よく取りましたけどね。この辺を見てるんですよね。あれ、入りそうだな。かけてうまく返しましたけど、はい、ちょっとその後はやはりマッケンローでも慌てるんですかね。そうですね、何でもないボールを今度はアウトしてしまいましたね、はい。入った、足元へ。いいリターンでした。最高のリターンですね、はい、今の。さあ、これでラブサーティーですね。大変なことになりましたね。マッケンローピッチです。いいボールですね、これ。はい、そうしてますね。速いサーフェイス。関係ないですね、もう。そうですね。プレーぶり見てますとね。速いサーフェイスではどうかと言われていたマッツ・ビランデルですが、マッケンローと全く互角に渡り合っています。いや、フォルトと思いましたか。ちょっと今のはフォルト臭かったんですけども、主審はオンザラインだと言ってますね、はい、確かに微妙なところではありましたが、追いかけなかったですからね、そうですね、ボールをね、それだけビランデルはやはりフォルトだと信じてたんですよね、はい、意外とおとなしく下がりますね、うん、この人は態度いいですね。そうですね、まあ、ボルグにしてもそうでしたが、はい、リアルリードにしても、ね、今これと静かと言いましょうか、マナーがね、スウェーデンはみんないいですね、ハイバック、これアットアウトです。徹底してロブはマッケンローのこうバックの方へ上げますね。上げてきますね。さあ、これで 15-14 セットポイントですね。そうですね、はい、まあ、セットポイントを取しかし、マッケンローのこういうピンチとか、はい、大事なところではこのファーストサウスをピチッと入れてくるんですよ ね。今日はファーストの確率が 50% 台ということで、もう一つなんですが、さあ、ここでどうでしょう、セットポイント。あー、センターに来ました。いいサーブですね。これ以上のところはないというところに持ってきました。触るのが精一杯です。ほぼフラットに近いサーブですね、はい、今の。さあ、ワンポイント返しましたが、依然として 30-40 セットポイント。ファーストが入った。ロブです。あーっと、バックボレー大きくアウト。第1セット 6-4 ビランデル取りましたね。今のはマッケンローちょっとミスしましたね、はい、さあ、この後マッケンローがどう切り返していきますか。 TP 選手権の決勝、第1セット 6-4 でビランデルが取りました。
第2セットビランデルが 4-3 とリードして第8ゲームです。私こうやって見てますと何かこう互角という感じしますね。そうですね、まあ本当にいいストロークの応酬がありますからね、はい、これもいいリターンでした。一発で抜かれる方がマッケンローとしてはすっきりするんですよね。あの足元へ持ってこられて、それをエラーするとちょっとショックが抜かれるよりも大きいんですよね、なんとなくそんな表情出てましたね、ボールが伸びてますからね、あんな後ろの打点になってしまうんですよね、はい、あれだったらもう一個早めに突っ込んでローボレーで取った方がいいんですけども、はい、その難しい判断のをしなきゃならないところへボールを持ってきますからね、19歳マッツ・ビランデル、24歳のマッケンロー。おっ、なんかマッケンロびっくりしてるような唖然としてる表情ですね。外へ外へと切れるボールだったですからね、全く軟式テニスのフォアハンドと同じですね。さあこれで 30-40 です。ブレークポイント、第1セットは 6-4 でビランデル、第2セットも 4-3 とビランデルがリードしての第8ゲームです。これを落とすとちょっとマッケンローにとっては大変になりますからね。パスタブル入らなかったですね。かなり大きくフォルトですね、セカンドでもネットに出てきます。おっと、バックボレーアウト、落としましたよ。落ちましたね。これでビランデルの 5-3 です。しかしまあ現在の男子テニス界といいますと、このマッケンローとコナーズ、はい、まあ、それにまだ4大トーナメントは取ってはいませんが、マスターズ2回勝ったベンドル、はい、この3人にこのビランデルはこの調子ですと割り込んできますね。割り込んできますね、ビラスだとかクレルクだとかいろんなのがいましたけど、はい、この辺がちょっとこう落ちてきましたからね、もうほんとちょっと落ちるとすかさずこういう若い人につけ込まれる弱肉強食の世界ですからね。まあ、速いサーフェイスでどうか、クレー以外のサーフェイスではどうかと言われていたビランデルですが、お、いっぱいに入っています。ここでネットに出た、バックボレー、マッケンロー拾った、うわー、いいパスだ、これは素晴らしい、ナイスショットでした。あれをミスしてたら大変に怒るところでしょうね、今のボールと臭かったからですからね、ちょっと出てますよね、今の一瞬ラインズマンをちらっと見ましたけれどもいや素晴らしいショットですね、これはマッケンローならではのショットでした。ビランデルマッチゲームではありますが、最初のポイントはマッケンロー。あ、セカンドサーブをどう処理するかですね、はい、叩いて前に出るかどうか、あ、出てきました、ストレート飛びついた、おっと逆を突かれましたね、いや今のはあんな打点が前でちょっと腰が引けてますから、クロスの感じですよね、ここですね、あ、ここで見るともっとよくわかるんですけど、これを見てたんじゃもうやっぱりクロスへ行ってるフォームですよね、飛んでると思いますね、ちょっとビランデルにとってはラッキーだったですね、はい、これで15オール。おっと、これはアウトです。
30-15。 しかしまあ逆に強弱とは本当によく言ったもので、ちょっと隙を見せるとすぐ食い、はい、食いつかれますしね。そうなんですよね。これはもしマックテングルの方が落とすとなると、なんか嫌な相手が一人増えたと。そうですね、いうことになりますしね。ウィルソンの言われるようにビッグ4ということに今度はなってくるのかもしれませんね、はいはい。それにあの全仏を勝ったノアもいますしね。あ、そうですね、ノアはトーマー、ビランデル、この辺がまあ今対等で虎視眈々ビッグ3にベタッとくっついてるところですからね、はい。これはアプローチ、ちょっと浅いかな。ああ、はい、入りました。入りましたね。見事なクロスコートでした。手も出なかったですね。ちょうどあのベースラインのところでボールがストンと落ちました、ね。そうですね。さあ、これでマツ・ビランデル ATP 選手権マッチポイントになりました。ハードコートではもちろん初の優勝ということになります。アメリカでの初優勝でもありますね。そうですね、はい。さあ、ここで前に出たバックボレー。おー、最後はネットプレーですよ。ボレーでまとめましたか、はい。しかしこれからビランデルちょっと目が離せませんね。そうですね、面白いですね、はい。ATP 選手権の模様を楽しみいただきました。渡辺浩二さんでした。ありがとうございました。